一律札幌平岸高等学校エルフリーデです。よろしくお願いします。エルフリーデとはドイツ語で不思議な力を意味する言葉です。ステイホーム、この言葉を何度聞いたでしょう。ホームは唯一の変わらない居場所です。ステイホームはホームがあることを前提としています。ですが今家がない人や家があっても心や体をゆっくり休めることができない人がいます。今回私たちはホームの温かさ、家族をイメージしてこの作品を作りました。ひまわりを高い順に父、母、子供と見立て、父は大黒柱となり、母はそれに寄り添うようにして小さな子供を見守る、また子供は上を向き未来に向かって歩いていくという意味で生きました。淡いピンク色の霞草は家族を支える周りのものを表現しました。またアレカヤシを使って成長し続ける家族を取り巻く時間の流れを表現しました。ホームの意味の一つに故郷、本国といった意味があります。私たちは日本に生まれ育ち自国に誇りを持っています。同じようにして世界中の人々も自分の生まれ育った土地を大切にしています。それほど生まれ故郷というものは私たちにとって大切な存在です。また家も同じくして私たちの成長を見守ってくれる大切な居場所です。しかし今も続いているウクライナ侵攻により自分の家や故郷に帰れない状況であったり、世界的に人種差別というものが今もなお根強く残り世界各地で取り上げられています。そういった問題によって自国の名を容易に挙げられないという状況下に反対の意を示し、それぞれが大切にしているものを尊重し共愛するように世界が一つのホームとなり、皆さんの心に美しい花が咲くようにという願いを込めて受けました。皆さんの心に美しい花が咲きますように。ありがとうございました。